小豆島でございます。これから沖の島々並びに天然記念物の洞窟にご案内いたします。進行方向右上に柵がございます。あちらが小豆島の展望台で、昭和24年に芸名高校、そして29年11月には昭和天皇がご展望されております。左前方に見えております砂浜は野井ヶ浜海岸でございます。第10代天皇の津神天皇の御代、この付近で天皇献上の大きな船を建造し、この浜から乗り出したという記録があり、野井ヶ浜海岸と名付けられております。右側の島が蛇島でございます。島の中段をよくご覧ください。蛇の鱗、あるいは竜の形をした模様が出来上がっているところから、蛇島または飛竜島と呼ばれております。この岩盤は白色凝灰岩でもろく、波や風の浸食によってできた天然の彫刻でございます。左側の島が比叡山城島で、昔災害があった時、この島が比叡山城をもって売買されたという伝説の島でございます。このように小豆島周辺の島々は伝説、あるいは島の形をもって名付けられております。出てまいりました海が駿河湾でございます。時折大きな波が来てしぶきがかかることもございます。窓際のお客様は十分ご注意ください。左手に並んでおります海岸線、こちらが大幕海岸または大幕岩と呼んでおります。左続きの時、沖合からこの海岸を見ますと、中腹の白い部分が大きな幕を張り巡らしたように見えますところから、この名が付けられております。前方左側をご覧ください。洞窟が3つ並んで見えております。